デザレット文字は、アメリカ合衆国の末日聖徒、イエス・キリスト教会において19世紀後半に使用された英語を表記するための文字。38文字からなるアルファベットであり、左から右へ書かれる。1852年4月8日、ブリガム・ヤングは、デザレット大学理事会が新しい英語の聖書法を開発していることを発表した。英語以外を母語とする者に対して、 英語をもっと学習しやすいものにするのがその目的だった。ヤングは英語の聖書法が一時多音であることに反対していた。彼の秘書であったジョージ・ d ワットはアイザック・ピットマンの下で即記と音声に基づいた聖書法改革について学んでおり、ヤングはその影響を受けていた。現存する最初の文字表は1854年に印刷された。 1859年以降、教会の新聞であるデザレットニュースにデザレット文字で書かれた聖典の文句が出現するようになった。オーソン・プラットによってデザレット文字の活字も作られ、それによって1868年から翌年にかけて教科書とモルモン書が印刷された。プラットはさらにこの文字による千冊の書物を出版する計画を立てたが、 予算不足で立ち消えとなった。1877年にヤングが没するとデザレット文字の歴史も終わりを告げた。38文字の一覧最終的な版ではデザレット文字は38文字からなるが初期のいくつかの版ではと順のための文字が追加されて40文字になっている。デザレット文字は音声的ではあったが曖昧母音のための文字を書いており、このためにこの母音は 伝統的な英語の聖書法に引きずられて綴られることになった。デザレット文字は学習が容易で文盲であった信者がわずか6回の授業によって文字を綴ることができるようになった。しかし人によって発音が異なるために同じ単語の綴り字が一定しないという問題が発生した。ユニコードではバージョン3.1において追加多言語面の U プラス1400から U プラス 1044F までの領域が割り当てられた。バージョン4.0に2文字が追加されて40文字になった。また大文字と小文字が区別されるため、全部で80文字が定義されている。ありがとうございます。